自己な単焦試験とは材料の非破壊検査法の一種で英語 MT とも呼ばれる。強磁性体の材料のみ検査可能で材料表面の開口血管と表面直下の血管を探し出すことができる。自己な単焦検査で使用される装置。これにより材料を実化させる。この装置を使用しての自己な単焦検査の様子。 自家させた材料に蛍光事故なを含んだ検査液をかけた後、奥にあるブラックライトを当てることにより、クラックによって形成される事故な模様を見ることができる。鉄鋼材料などの共磁性体を磁場の中に置くと、自家された材料は材料の両端以外の連続した部分では、普通に、 材料内部に磁束が通り何も発生しないが、表面や内部に磁束を遮断する血管があると、血管の両端に磁極が現れ、磁束が表面空間に漏えいする。この部分に、鉄粉、または着色時粉、蛍光時粉などの検査液をかけると、磁極に吸引されて、時粉模様が形成され、血管の幅が拡大され、容易に血管の存在を見つけることができる。 また、血管部の自コナの付着は、自コナの特性と血管の漏洩事情に支配され、これが大きいほど、自コナに付着しやすい。自コナ単焦検査の大きな流れは次の通り。全処理から、洗浄直から、直方法と直電流値を設定して、材料を直自コナの適用から直した材料に、自コナまたは、検査液をかける検査脱事後処理から、洗浄をまず、 自粉の付着の障害となる油脂、塗料、サビを溶剤などで除去し、乾燥させた後、電磁石を使用するか、または電線のついた電極を使用して自家するのだが、クラックと磁束の方向が平行の場合は、血管の磁粉模様が得られないので、クラックと直角の方向に磁束を加える必要がある。材料に磁場を与える方法を、自家方法といい実用化されている方法として7つある。 自家後の自己名の適用は、磁場が加わっている状態で自己名を振りかける連続法と磁場を加えた後に、磁場が持続している時に、自己名を振りかける残留法があり、自己名を材料に振りかける方法としては、空気中に自己名を分散させ振りかける乾式法と水、白陶油などに自己名を分散させ、検査液として振りかける湿式法がある。その後に検査に入り、 目視により、磁粉模様を見るのだが、蛍光磁粉の場合には、紫外線のみで構成される光である、ブラックライトを用いて、検査を行う。その後脱字を行い、材料の磁場を取り除き、脱字後の検査で残留磁気がないか点検を行い、その後洗浄して、材料表面の蛍光磁粉や、検査液を除去する。ありがとうございます。